はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。佐賀2秘宝伝説ではエッチ小屋ですね、乗り込んでいきたいと思います。でちょっと前回孔明の靴をね手に入れたので、これは愛人かな。エルメスの靴は素早さが上がるんだけど、めっちゃ下がるんだ素早さが。防御上がる、魔力めちゃくちゃ上がんねえ。これはちょっと魔力だな。素早さ本当に上げたい。これで乗り込んでこう。隠し階段、全然隠れてないんだけど、のれんの裏側にあるだけじゃん。え、なにこれ、もうイベントだけど短くね。ここ開けてこう。用心棒の部屋、くせ者、モンスターやんけ。どうするこれは。ヴィーナスでワイバーン、ドッキリ使っちゃおう。ライトサーベル、いやここはもうサンダーだな。少ない、もうライトサーベルが。十手。愛人もう最後だよね。もう低すぎる素早さが。バズカ使ってきた。ライトサーベル、どんくらい当たるかな。素早さは高いはずだからね。タランチュラの2個いらん。残り2体もいるのかい。1体ずつ始末してやろう。おお、今度ちょっと違う。1体ずつだからライトサーベル、キバ、サンダー、十手、276、まあまあそこそこだね。げ、なんか毒素使ってきた。ウイルスだからか、2回攻撃無駄。ギャー、サンダー効かねえ。ケチってこう。ん、じゃあ破壊光線でいいや。こいつにはめっちゃ効いたな、ライトサーベル。防御力的な問題かな。巨大ウイルスの肉、やばい。確実に病気になる。お前が最後だ。ゲイザー、束でかかろうと無駄。破壊光線スタンした。フラッシュアイ、暗闇、よし魔力上がった。オッケーオッケーオッケー、いいね。片付けたか。用心棒、恐るるに足らず。ガラクタがちょっと減ってんな。ペットのケアルで回復しますか。さてもうイベントか。部屋の中から話し声が聞こえる。これは将軍様。ほほほ、ご金星の品は無事か。ご心配なく、これこの通り。ほほほ、町奉行に知られるようにするのはわしでも大変。この度の上納金を2倍にいたします。上納金をそもそもどれだけ納めてたかだよね。秘宝集めは金がかかる。将軍様も悪でいらっしゃる。なんだこの音楽は。音楽流してんのか。話は全部聞かせてもらった。ひえー、何者だおめえたち。やっちまいな。いやお前らさっき倒しただろ3人、無駄だよ。どう、天柱組になってる。ちゃんとした天柱組だ。レオパルト2を投入しよう。どうする。ライトサーベルでこっち狙って、赤い光線の流し目効くのかな。やってみよう。レオパルト弱流し目まひった。さすがおたまちゃん。麻痺から帰ってきた。早い。赤い光線
ちょっと消してもビーナスでライトサーベル使おう。流し目いいね。くらい。大事な点ライトサーベル弱。ダメだ、もう使うことに意義がある。であとはまた破壊光線に戻ろう。流し目役立つぞマジで。お玉の流し目完封した。力素早さ、よし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 、素早さ上がった。有意義な戦いであった。命は取ってないんだ。勘弁してくれ。将軍様に言われてやっただけなんだ。いいだろう、パラメーターが上がったからな。命は助けてやろう。将軍様が相手じゃどうしようもない。気を落とさずに。将軍は拙者が切る。秘宝を将軍の手から守るのが拙者の仕事。あなたはガーディアンのメンバーなんですか。イベント発生やろう。前に遺跡で拾った紙切れ、ガーディアンのラブレター。お前も誰かにラブレターを書きたいのか。いやいや、愛人に、愛人からラブレターがもらえない。浪人さんってガーディアンなんだよね。浪人さんに聞いたら何かわかるんじゃない。なるほど、確かに浪人さんなら何か知ってるかもしれない。後で聞きに行こうぜ。浪人とかさ、そんなこいつだとあんまり知ってそうじゃないけどな。父がガーディアン、大佐と呼ばれていた。大佐はどうなって おられる。死んだよ。父は死にました。そのまんまだな。あの大佐が。共に将軍を倒そう。いや、お玉結構役立ったのにな、流し目。流し目の有用性が分かったけど、浪人は浪人で結構強かった気がする。必ずや将軍を叩き切る。ちょっとステータスを見てみましょう。浪人63456056、まあ強いよね。普通に魔力も45あるからね。ケアルの書持ってんじゃん。で、村間さんが人間特攻だった気がする。ちょっと一回寝て回復させて江戸城へ乗り込みましょう。江戸城でいいんだっけ、まあ、日本橋とかだからね。ここ城は江戸城だよね普通に。じゃあちょっとこのまま江戸城へ行っちゃいます。江戸城外郭、門番がいる。くせ者めひっ捕らえてくれる。命を粗末にする。完全に賊だよなこっちが。こいつらかわいそうだな。ストーンゴーレムか。またモンスターか。モンスター相手には容赦はしない。単体攻撃、刀か。いや、硬い。209、強いね。なんか、なんとか地獄使ってきたんだけど。赤い光線そこそこだな。大きい。大陣。サンダーだな、サンダーでいこう。ちょっと、ガラクタの攻撃回数が少ないか。開いた。侵入しよう。で、あそこの発掘ポイントは回収するか。ちょっと待って、人間タイプ、さすが江戸城。コマンドか。何を使う。ライトサーベルで消していこう。でライトサーベルで、ちょっと待って、サンダーでもライトサーベルで1体のやつをやって、サンダーはこっちで、刀強い。この2人強いな。一体結構食らう。で雷神の肉はまだいい。飛び膝切りを手に入れた。白地を宝箱、ハイポーションいらねえ。
でまた発掘か。マップだから宝箱っていうよりは発掘なのかな。金塊、金か。まあ、金はね必要だからね、持っておこう。おお、逃げろ。待て、全然チェーンになるか。ちょい分かりづら、画面が。パラディ、これはレオパルト2を導入しよう。テキバライトサーベル、チェーンしてるからライトサーベル使おう。ちょっとボス、おお盾、どうなったっけ。じゃあ立ち杖、高い攻撃だ。死んだ。まさかやられるとは。で3だ。浪人刀3だ。結構買って、ストーンゴーレム買ってえな。よし、すみません、いいね。なんでこれでプラシアみたいな。すげえ邪悪なんだけど。ハイポーション使うか。さっき手に入れた。あれ、3つの方使おう。1、2、3。さっき全然回復しねえ。え、じゃあさ、ちょっと浪人さ、ちょっともったいないかもしんないけど、魔術の杖これ装備させよう。 OK、 ここで全体攻撃ができるようになった。浪人もこれでいこう。魔術の杖多分大丈夫。ちょ狭い。魔術の杖を使う時が来た。ちょっとさ、レオパルト2が10回しか使えないっていうのがね、厳しいんだよね。魔術の杖300。いや全然いい全然いい、強い強い強い。サンダー OK、 最大ヒットポイント。で発掘、魔導回路、これはメカ用か。でも魔力ね、微妙だからね。チェーンにかけるか。おお、いっぱいいる。ここはちょっとヴィーナスモードかな。毒斬り使う。一層モードで炎に魔術。300300300。いいねいいねいいね、強い強い強い。毒斬りライトサーベル、ヴィーナスポイントがどんどん上がっていくな。あ、なんか手に入れた。アイスブランドだったか。でもさ、やっぱり愛人の素早さが低いからなかなか一旦は回したいよね。こいつはいいや、ほっとこう。これで城内に入るのか。てか城内に入るまでが大変だな。これ城内で働いてる人たち、遅刻するやつらがいるよね。宝箱ある、あれを回収しよう。罠があったらもう罠がわかるから大丈夫っしょ。パラディン、ヴィーナスの王妃、1体ずつ仕留めよう。それでナイトサーベルはいや、サンダー使おうか。だから刀、じゃあと1人必殺。ただ雷鳴剣使ってきた。サンダー、じゃあ最大ヒット率ほんと上がるわ。で宝箱、これは大丈夫でしょう。空っぽ、マジかよ、悲しすぎる。ここで江戸城、あ、左はだからあれだよ、罠があるから罠を解除しよう。ちょっと変えないとね、マップアビリティを。トラップ解除に、でトラップを解除して
ガチャっと空っぽとかふざけんな、ひどすぎる。で上の発掘ポイントもあるから、あれは発掘しよう、ぜひ。ここは無理だな、戦う。うお、いっぱいいる、こここそ。メカもな、全体攻撃がないからな。毒切ってじゃ炎やって炎、魔術の杖がクリティカル、毒切りが属性ガードか、なるほど。うわ、ガードされた、2回攻撃無駄。うわ、炎効かんのか。ヴィーナスの奥義を使おう。雷神、え、サンダー、つか破壊光線効くだろう。うん、オッケーオッケー、スタンはさすがにならないけど、好き、痛い。サンダー弱点破壊光線で、ライトサーベルで仕留めよう。ライトサーベル使ってみよう、多分回ってこないけど。力、触ると石化、サンダー忘れた。え、どうなの、触ると石化ってさ、別に常時発動してるわけじゃないからね、使わないといけないから。無駄なものを手に入れてしまったな。ちょっと浪人のケアルの書使おう。 OKOKOK、節約。でこれを発掘しよう。いちいち変えないといけないのがほんとめんどくさい。で宝箱のハイポーション、ヒットポイント減ったら使おう。で上がって、2階。おお、また罠宝箱があるね。あ、罠宝箱を解除に行きますか。あ、お化け早い。ちょっと待って、ここは倒してからゆっくり開けよう。おお、またいっぱいいる。このカラトボルグみたいなやつは殴る。で毒斬り、ライトサーベル、炎を使って魔術、蹴りをつける。いけ、で毒斬り、2回攻撃に1回につき1だったんだな。でここでまたマップアビリティをトラップ解除、解除せよ。ガチャ、空っぽとかなんなんマジで、むしろトラップ解除してねえじゃんっていう。空っぽ自体がトラップだからね。やるな、二重トラップ。あ、黄色、これなんか怪しくねすげえ落とし穴っぽいんだけど。また幽霊か、ちょっとゆっくり開けよう、倒してから。黄色ってね、秘宝とかが入ってんのかな。ここどうしよう、ちょっとファントムは危険そう。触るとなんだっけ、ヒットポイント吸収みたいなやつが強いから、触ると石化、カウンターでしょ。じゃあ破壊光線だな。でもちょっとあれが減ってきたからね、レオパルト2ほんと強えな。爪100くらうのか。でライトサーベルで1体ずつ、光線だな。素早さ、よし。っていうか愛人をマジであげたいのが、これは源氏の固定。お、体の元ミサイルいっぱい、ちょっとミサイル欲しいな。ハイポーション使おう。ハイポーションはあれどこだ、4つ
2つがあった。ちょうどこれ来たよ。開けるでしょ。で、ちょっと待ってね。ここでアイテムがいっぱいになっちゃったから、なんか手に入れた時のために1個は開けときたい。いらないものか。魔導回路。いや、魔導回路いらなそうだけどな。アイスブランドかサンゴの剣かって言ったらアイスブランドの方が弱いわ。どうしてよ。アイテムもうちょっと持てるようにしてもらいたいよね。なんか少なすぎる。これはなんか絶対罠でしょ。またお化けか。お化け早いんだよ。だからうおーファントムがいっぱいいる。ここどうする。デオパルトちょっと毒っとく。でライトサーベル、一回ライトサーベル使おう。魔術、お化け特攻なんだね。寝た。もういや、いいよ。160期間で毒気味で倒して、愛人がライトサーベル。まあミスったけどいいよ。でライトサーベルで、あとは普通に倒そう。浪人は寝ててくれ。上がらない。ファントムに肉がついていたのか。お化けだと思っていたが、てかお化け系多いな。4階。ああ、黄色はあれか、宝箱。ちょっとなんか手に入れたんだな、きっと。秘宝マップアビリティを確認しよう。どれだ。ランドマーク、宝箱、センサーじゃないな。抜け道センサーでもないし、ワイドビューでもないし、トレーチャーセンサーはでしょ。危険察知、目利き、宝箱鑑定か。ミニマップに表示された宝箱の色が宝箱の中身によって変化します。アイテムが黄色、秘宝が青か。でトラップが赤、空箱灰色。あ、なるほど、空箱もあるんだ。じゃあこれは宝箱だから、宝箱っていうか回収しよう。おお閉じ込められた。我らを倒さねば襖開かぬ。襖だろ、開くだろ襖ごとき。じゃあいっぱいいる。ヤドカリンか。ヤドカリン硬そうだから、これでやって、毒切ってライトサーベルの炎の魔術使おう。もうめんどくせえ。イエロー属性が、いや、レオパルト2硬い。やっぱりその杖血を吸う。寝た。こいつよく寝んな。ドキリ倒した。ヤドカリン、ヤドカリンもう普通に出てくるようになったか。まだ終わっておらぬ。命を粗末にするでない。忍者、忍者ちょっとレオパルト2で一掃して、でストーンゴーレム割と固めだからライトサーベル使っちゃおう。ここは普通に倒す。浪人に魔術の杖持たせたのはまあまあ正解だったな。いて、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。リミットドライブ、いや杖、影分身。レオパルト2でも残ったか。いや死ぬ。どうする。ピーナスの大喜利で、キバ、雷神、ちょっと破壊個性使おう。でケアルの書でちょっとアニメをまず買っちゃせよう。いいね、 OKOK。 雷神毒斬り、属性ガード、浪人だけ食らう。破壊光線やりおるわ。うん、破壊光線だな。浪人攻撃しよう。もう大丈夫。最大1ポイントだけ。まあいいや。開いた。でこれだけのものがやって、すげえとこに宝箱が置いてある。これは期待できる。ドラゴンソード、まあ普通だな。あれ、ドラゴンソード売ってたっけ、売ってなかったっけ。ハイポーション使い切っちゃおう。
オッケー。ドラゴンソードがあるってことはもうサンゴの剣いらなくねえか。今俺何装備してたっけ。攻撃力が雷神か11か、これいらないな。じゃあこれをサンゴの剣にして、でそこから雷神の剣は捨てよう、開けておく。これで2つでしょ開いてんの。なるほど、でも宝箱の色が分かったから、まあそれを目印に行きますか。うん、アイテムだ。こっちから行こう。ファントムからの、え、チェーンしなかった。忍者か、忍者も強いかな。レオパルト2やっぱ蹴りが速い。ライトサビは1回打っておいて、破壊光線の魔術いくか。いや、やっちゃおう。残るんだよねレオパルト2でも。パンチ無駄、痛そう。毒斬り、浪人だけ浪人減ってきたな。いや理想的な倒し方だったけど上がらない。さてじゃあこれを回収しよう。安心して開けられる。ドラゴンの盾、ドラゴンの盾って持ってなかったっけそもそも。うわこれはもう最後だな。立派だ、乗り込め。でさ俺がさちょっとやりたいのはシャチホコなのよ。これも大丈夫。おお、夜市の弓、ちょっと待って、夜市の弓はさ今ライトサーベルと変えよう。これ絶対夜市の弓の方がいいでしょ。75、弓の名手が使用していた百発百中の神弓、神弓っていうのかな。1000で、そこから1本のライトサーベルを、1本のライトサーベル使って装備させよう。外したやつ、お命ちょうだい、お命ちょうだい、つかまつる、その声だな。ひょえー、誰かおらぬか。誰もいない。年貢の納め時だ。勝負、夜市の弓使おう。まあ最初は普通に行きますか。でラストサーベルの男村正987で、夜市の弓ってこんなんなんだ。145、弱い、疾風ちょっとかっこいい。当たんね、素早さが全然足んないんだな。ヴィーナスの扇でスタン取れっかな。サンゴの剣のあとはもう破壊光線だな。で村正、さすが人特攻、属性ガードか、無理か、スタンはしない。け弱、素早さ、愛人が上がってほしかったけどまあいいや。お助けを、バカが道中を踏み寄って、貴様などもう用はない、消え失せろ。助けてー、サンダーフフフ、こっちへ来い。ここは狭いからね、戦うにあたってはやはり広いところで。今宵も月が綺麗じゃん。敵いるんか。で俺がやりたいのは、ちょっと待って、お前じゃない、フェアリー、早急に死んでもらおう。ちょっと待って、夜市の弓って一体、それだけ確かめたい。ライトサービスちょっと持っときたかったな。くらえ、うおー、複数グループだ、これはいいぞっていうのと、あとは愛人にお下がりのライトサーベル8本、これを装備させよう。でちょっと待ってね、大御所と戦う前にシャチホコと戦いたいの。シャチホコちゃんとモンスターマークついてない、一応セーブしとこう。
いざシャチホコ。結構強かった気がする。しかもボスも格だし。どうする、ヴィーナスの奥義でまずスタン取れるかどうかは確認しよう。でライトサーベル、でライトサーベルを使う。刀でいくか。ヴィーナスの奥義495、結構当たんな。水流の牙200。あ、耐えられる、ちょっと耐えられる。ミス。いや、これはしょうがない。6本か、2本くらい使っていくか。牙がなくなった。早送りや。おひれ、何、刀ミスった。三角形強え。で、ちょっと弓を使っていこう。まあ、炎に切り替えるか。900とか、マジ強えな。倒した。何も上がんねえし。っていう感じで、ちょっとここで稼ぎをしてから大御所を倒したいので、ちょっと次回強化したパーティーで大御所に挑みたいと思います。というわけで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。